わかるはずさ。平和への過程はいつも一人一人の心の中の深い愛と力で作られると。いつの日かわかるはずさ。平和への過程はいつも一人一人の心の中の深い愛と力で作られると。産声を上げたのはナリ47のうどん県多度市長。海の親は初代死刑騒動し、テロや紛争戦争のない世の中目指して、みんなが助け合える理想の社会を作るために、合唱令一つで世界とつながり、笑顔が溢れる流派のない世界で、一つの少林事件を、日々の修練が自分の可能性を育てた。大会での悔し涙、先生からの優しい言葉、仲間の存在、相手に感謝、家族に感謝、そして自分にありがとう。1980年、世界39カ国180万人が愛好した。全国の指導者は無給の奉仕者。想像もしなかった人生があなたのもとに。半ばは自己の幸せよ、半ばは人の幸せよ。少林寺拳法が介護に役立つ。今ある社会に求め僕たちは拳を握る。いつの日かわかるはずさ。平和への過程はいつも一人一人の心の中の深い愛と力で作られると。社会を良くするのは私たち一人一人の心。どうも、指導チャンネルの佐藤駒です。今日は、虹色侍のズマさんに、この少年警護の本部に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。虹色侍のズマです。いや、虹色侍さんがここに来てるっていうのは、ね、正直まだ実感が全然湧いてなくて。はいはいはい。実は僕もう1年以上前からズマさんを追いかけてたファンの一人なんですよ。ありがとうございます。歌を聴いて聴いて聴いて、も好きなのは神っぽいなとか、いろいろちょっとまあ表向きの僕とはイメージ違う系の曲がもうすごい好きで。確かに少林寺拳法のめっちゃ偉い人がボカロカバー聴いてるっていう、そうです、ね、ちょっと信じがたいですねこれは。まあそんなのを聴いていくうちに、はいはいはい、今年に入ってふと思いついたんですよ。ズマさんにうちのテーマソングをいじってもらったら絶対若い小児健保やってる学生さんたち絶対喜ぶだろうなと思ったんですよ。まあまあわかんないですけど、ね、それは自信ないですけど、それはまあ聞いていただいてってことなんですけど。はい、はい、今日はですね、せっかく来ていただいたので、いろいろ今回の音楽を作成していただくところの、まあ、思いとか、いろいろ無茶ぶりもあったと思うんですけど、はいはいはい、作っていく中で一番思い出深かったというか、そのあたりをちょっと聞かせていただけたらと思うんですけど。そうですね、ちょっとなんか今回まあまあ普段そのたまにこういうテーマソング作ってくださいみたいな、その企業さんとかからオファーを受けて、はい、まあ、作らせていただくことがあるんですけど、今回ちょっと特殊やったのが、
普段は例えばキーワードを、まあ、5つとか6つぐらいもらって、うんうんうん、これは絶対に歌に入れてほしいと、うん、でそれ以外は、まあ、そのキーワードに沿ったテーマで作ってくださいみたいな、はい、割とこう、はい、こっちに丸投げみたいなことが多くあって、うんうんまあ、それで分かりましたって作ってるんですけど、今回はこうほぼ出来上がってる歌詞みたいな感じでその僕が歌詞を考えたというよりは、はいまあ、ほぼほぼそのこういうのを入れてくださいっていうのが、はい、もう本当にもう十数行の文章で来たから、はい、これをもうそのまま入れたって感じで、はいまあ、作詞はだからほとんどこっちが、ね、そうそうそうやってないって感じで、はい、だったんで、まあ、難しかったのがこのすでにある文章を崩さずあそのメロディーつけていかないといけないから、なるほど、そうそう、なんか歌詞っぽくない文章なんですよね。でもそれを歌詞っぽく聞こえさせたいからっていうので、まあ、ちょっといろいろ試行錯誤したっていうのが、まあ思い出深いというか、珍しい体験だったなと思ったんですけど、最初はあの十数行じゃなかったんですよ。あ、そうなんですか。あの A4 で3ページぐらいあったんですよ。やば詰めて詰めに詰めまくってきたのがそれなんですよ。なるほど、はい、僕も最終稿だけ見て、はい、え長くないこれって言ったんですよね。なんか全然感覚が違ったんですね。そうなんですよ。いや、まあ、A43 はやばいな。でもそれぐらい、まあ、この歌にかける僕の思いっていうのもあって、相当あったんですよ。そうなんですよ、はい、でこの日頃小林寺拳法で皆さんに伝えてることを歌の中になんとか入れたいっていう、そういう思いがあって、はい、まあいっぱいそれだけのものになってしまったんですけど、うんうんまあ、でも結果としては、はい、僕はあの言っていいですか、正直、はい、大満足です。いやー嬉しい、ありがとうございます、はい、いやでも史上最強の最長の文字数かもしれない、はい、でも今回で例えば紙っぽいのもそうですけど、何でもこう、はい、Google で歌詞って検索したら、もうスクロールちょっとしたら終わるぐらいの量なんですよ、うんうんはい、だからもうこれ文章みたいになって、どうしたらいいやみたいなって、そうそうそう、ここからはラップで早く詰めようとか、はい、でもなんか歌詞を、まあ、最初は文字として文章として、あこれぐらいの量かみたいな、全体として量がどうとかそういう視点で見たんですけど、実際歌入れしていくときはその歌詞の内容が、まあ、実際に歌うからどんどん入ってきて、はい、その中でなんかあこんな歴史なんだとか、そうそうそう、こういう精神でやってるんだとか、社会貢献がとか、うん、そういうのを正直知らなかったので、はいはい、なんていうか本当に強くなるためのとか、はい、護身術が襲われるところみたいな、はい、なんかそういう、まあ、あとはスポーツみたいな、はい、そういうイメージだったんで、社会になんか求められるというか、社会をもっと良くしていこうっていう団体なんだなっていうのは、なんかこの機会に知れたんで、それはもう良かったです。いや、そうそうそう、はい、あすごい、なんか、なんていうかな、なんか素晴らしい組織なんだなって。ありがとうございます。そうそう、その小児事件法はあるんですか、当てるんですか、こう直接、まあ、あの当てるという寸止めというか、その当て止めって言って、まあ、実際当たってるんですけど、すごい引きでパーンっていう感じで。なるほど。相手をダウンさせようとかではないです。ではないんですよ。まあもちろんその護身術としての的確な吸収の位置だとかっていうのはもちろん必要なんですけど、うんうん、まあそもそもうちは当てるとか当てないとかっていうよりも、まあ戦後、うん、私の祖父が、あの、1947年に、これも歌の中入ってますけど、はいはいはい、あの、まあこの戦後の日本を見たときに、もう一体荒れ果ててたわけですよ。本来の日本人の助け合ったり協力し合ったり、相手を思い合ったりっていう素晴らしい文化をもう一度、この、 あの少林寺拳法というものを通して再建させたい、まあ、人づくりにより国づくりと我々は言うんですけど、我々は武道団体というよりは人づくりの団体なんです。なるほど、おイメージ変わったっすね、はい、今日は小野さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後にあのこの YouTube チャンネルの視聴者の皆さんに、はい、できればあのメッセージをいただけたらですね、あのありがたいなと思っております。はい、はい、まあそうですね、今回その少林寺拳法の歌を作らせていただいて、僕はたまたま、まあ、少林寺について全然詳しくなかったし、本当に武術を鍛える場所みたいなイメージがあったんですけど、まあ、実際お話を聞いてると、本当になんか人間力を高めるとか、なんか社会貢献して、なんかより良いなんか国を作っていくというか、なんかそういう素敵な思想もたくさん持たれている団体なんで、なんかそれをね、少林寺拳法は素敵な団体なんですって説明しても
まあ興味ない人には、うん、まあねって感じだと思うんで、こういうなんか歌を通じてより多くの人に少林寺拳法の素晴らしさと かそういうのが伝わっていけたら、僕も曲を作った甲斐があるというか、なんで、まあ、よかったら皆さんで周りの人にも広めていただけたらと思います。ありがとうございます。今日はまた本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。おかげさまでいいものが撮りました。いやいやいや、はい、またよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。それでは、はい、今回のキャンディは、動画は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。